そしてまた、今回の地震の教訓は日本中どこであっても大きな地震があり得るということです。そして今回は一回大きな地震があった後また大きな地震が襲ってきたということです。災害は忘れた頃にやってくるというのは格言でありますが、災害は忘れないうちにやってくる、こういうふうに今までの常識を訂正した方がいいのではないか、これが今回の熊本を中心とする大きな災害の教訓ではないかと思います。一日も早い復旧復興を願わずにはいられません。またこのような大災害、広島では2年前に起きております。この安佐南区、八木地区、梅林地区中心に大きな被害を出しました。日本その災害の復旧復興、工事、こういったものはまだ完了していません。山肌にはまだブルーシートが残されている、広島でまだブルーシートが残っているという状況の中で、今度は熊本で大きな災害が起きる、本当に切れ目なしに大きな災害が起きる、これが災害列島日本であります。私はこのようなことを思いますに、考えますに、日本は例えば外国に自衛隊を送っている場合ではない、そういった余裕はないのではないかと思います。戦争のためにどっかの国の戦争を参加するために自衛隊を送っている、そういう暇は余裕はこの国にはないと思います。災害対策、こういったものに全力を尽くす、これが日本においては最大の安全保障ではないか、これが今回の熊本における大きな地震の教訓ではないか、このように思う次第でありますが、皆さんいかがお考えでしょうか。広島、この安佐南区でもまだ、復旧の工事完了していない、そういった中で熊本でさらに大きな災害が起きる、これが日本列島の現実です。最大の安全保障への取り組み、それは災害対策である、このように思います。そしてまた中途半端に自衛隊を派遣する、アメリカと一緒に中東方面、アフリカ方面派遣するということは、逆に日本がテロの標的になるということにもなりかねません。国内の災害対策は手薄になる、そしてテロの標的、これもにもなりかねない、こうした自衛隊の海外派遣、またそれを大きく今まで以上に進める安保法の廃止、当面は政権が交代しない限り安保法は廃止できませんから、安保法の発動、安保法が使われて自衛隊が派兵される、自衛隊が外国で戦争に参加する、そういったことをやめさせる、その先頭に私佐藤秀一立ってまいります。野党は共闘、そして海外派兵より被災者支援、そして庶民増税の格差是正イエス、この路線で私佐藤秀一突き進んでまいります。野党の共闘、そして国政選挙において、参議院選挙において野党側が自民党を牽制する、牽制できる、議席を持ってもらう、そのことに私は全力を尽くしてまいりたいと思います。海外派兵の、被災者支援イエス、このことを私は訴えたいと思います。戦前には、戦時中には、東南海大地震、こういったものがありました。戦争中の地震で地震災害の規模を非常に当時の日本政府は低く見積もり、大した被害じゃなかったというふうに言って被災者への救援も遅れました。戦争というのは災害の被災者を見捨てると
という部分もあるわけです。アメリカでは2005年、ハリケーンカトリーナ、これが襲ってまいりました。当時アメリカはイラク戦争で国内の軍隊出払っておりました。いわゆる、州兵と、こういった、地元の部隊もイラクへ出払っていた。その隙に大きなハリケーンがアメリカの、ニューオーリンズ、こういったところを襲ったわけです。多くの被害が出ました。日本では、戦時中に、そしてアメリカでもイラク戦争中に戦争に力を取られている隙に、被災者を見殺しにするということが起きております。こういったことからも海外派兵、これを拡大する、そういった、法律、安保法、これは使わせない、海外派兵はさせない、今は被災者支援、復旧復興に全力を挙げる、これが最大の安全保障であると思います。そして2番目に、今日ですね、いわゆるパナマ文書というものの一部が、公開をされました、皆さんもご存知と思いますが、いわゆるタックスヘイブン、税金逃れ、税金が異常に低いという場所を悪用して税金を逃れていた中国の習近平さんの一族、ロシアのプーチンさん側近、そして日本のそうそうたる大手企業のオーナーの方、あるいはイギリスの首相、こういった方々が税金を逃れていた、社会的地位がある方々が税金を逃れていた、こういったことが発覚いたしました。そして、今日その一部が公開され、インターネットでも、検索されるようになりました。大金持ちや大手企業の税金逃れ、これによる損失、アメリカでは年間8兆円とも言われております。日本も経済規模から言えば2兆円3兆円そういった規模の税金が、税収が失われている、そういうふうに思われます。これだけの税収があれば増税なしに、例えば今懸案となっております、介護士や保育士の処遇改善、こういったものもできるでしょう。財源はあるんです。保育士や、介護士が足りんために、保育士その待機児童問題、そして介護でご家族が仕事を辞め、そして悲惨なことになっていく、そういった実態が起きているわけです。介護の問題、子育ての問題、解決していく、そのためにも、あるいは奨学金のために若い人が結婚もできない、そういった状況を改めるための財源、きっちり大手企業や、あるいは、大金持ちがタックスヘイブンを悪用して税金逃れをする、そういったことをしっかりとやめさせていけばできるんです。こういった大金持ちの方々、税金を逃れる代わりに、例えば国債を買って、そしてまた、国から利子を取っていく、そういったことも見逃せません。財政悪化の原因、福祉、教育、切り捨ての原因、これを改める、庶民から消費税を増税する前に、タックスヘイブンで税金を流れている大金持ちや大手企業の皆さんにしっかりと公正に税金を納めてもらう、アメリカのオバマさんもそういったことをしっかりと言っておられます。しっかりと、そういった、不公平な是正を、国際的に連携してやっていく、このことが今必要ではないかと思います。パナマ文書が、公開されました。そういった庶民増税ではなく、格差是正をやっていく、そして、大手企業や大金持ちの皆さんにも公正な増税をしていただく、このことが、今必要ではないかと思います。ということで、ピュアな、世界を広島から、国政、佐藤修一、本日は、この場に古市橋駅前におきまして、ご挨拶を、させていただきました。
海外派兵の、そして被災者支援イエス、そしてまた国際貢献は原発や武器を輸出するんじゃなくて、再生可能エネルギー、省エネルギーでやってまいりましょう。二度と、核の被害を、繰り返さない、そしてまた、格差の少ない、そして、貧困格差のない、そういった世界、それが平和の前ということでもあります。私広島から引き続き、発信をしてまいりたいと思います。ご通行中の、皆様、そして古市橋商店街の、皆様、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。